さあということで4日目でーす。俺の勝ちだ。ネク君ずるいよ。いつの間にマーブルスラッシュ強くなったの。マブスラやってたん。答える義務はない。ちゃんと答えてよ。僕に隠れて特訓でもしたのかい。別にいいだろ、勝ちは勝ちだ。約束通りあと1時間ミッション待つ。もうネク君ちょっとだけサービスしてよ。断る。ゲームに勝ったのは俺だ。何があろうとあと1時間ミッション待つ。まったく時間の浪費では仕方ないね。しもしも、もしもし、持て余してるようだな。これできっとそのうち何か言ってくるはずだ。昨日の参加者消滅人数は14名です。14名もか、さすがは奇才だな。この分なら7日かからずゲームが終わりそうだな。その件ですが、昨日により本日にかけミッションが出されていません。やっぱ結局ないままだったってことですよね。昨日は3日目やね。ミッションが出ていない。はい。しかし参加者は著しく減少しています。南本は昨日より消息を絶っており連絡は取れません。謎ですね。アンダーグラウンド内で南本が捜索したと思われるオブジェは散見されています。よってアンダーグラウンド内にはいるものと推測します。ならばしばらく様子を見る。南本の捜索も不要ということですか。その通りだ。あいつは群れを嫌う。少しくらい話しておく方がいい。了解いたしました。北西様の仰せのままに。その他の問題は、ルート5にて多数の死神が禁断ノイズによる襲撃を受けました。禁断か。で、戦力への影響は。問題ありません。犯人の解明および捜索はすでに着手しております。なるほど。参加者の減少理由はそのノイズか。はい。事件の関連性につきましても調査を進めております。相変わらず完璧だな。あとは小西に全て任せる。了解いたしました。南本翔、幹部最年少記録を大幅に塗り替えた。まさに奇才。戦略性、情報力、意思、決断力、目的遂行力、北西様に次ぐ高い数値を誇る。ただし協調性は皆無。能力は高いけれども癖がありすぎる。あの男一体何が目的かしら。私の分析では南本が。羽駒さん忙しいって。マジか。いつもお店ガラガラじゃない。そんなこと言わないであげて。はいはい、分かったよ。じゃあね。15分だった。そろそろ行ってくるか。ねえ猫くん、お願いがあるんだけど。このテンプレのような感じね。来たな。予想通りだ。でも俺が先手を打つ。ミッションの待ち時間なら短縮しないぞ。分かったよ。じゃあ交換条件ならどうだい。乗ってきた。俺の質問に答えるなら調査を始めてもいい。仕方ないね。いいよ、何でも聞いてよ。お前何を探してるんだ。気になるの。答えないならここであと45分待つ。それはね、渋谷ジャックさ。ごまかすなよ。ごまかしてなんかいないよ。渋谷ジャック、熱でもあるのか。そのために僕は渋谷川を探している。じゃあ僕からも質問。ネク君は本当にリアルグラウンドへ帰りたいの。帰ったところで何が変わるの。リアルグラウンドでもどうせ一人なんでしょ。アンダーグラウンドにいるのと同じじゃない。まあいいよ、別に大して興味ないから。さあ今日も携帯に沿って進もう。探知機を起動してみるね。渋球ヘッズの奥の方から反応があるね。宇田川町か。ネク君、渋谷の地理に詳しいね。渋谷生まれ渋谷育ちだ。そうなんだ。反応は宇田川町なんだろ。行くぞ。珍しいね、ネク君から言い出すなんて。宇田川町、こいつをスキャンした時に見えた場所。そしてこいつの思考の中で俺が倒れていた場所。俺の死んだ原因、こいつの正体。宇田川町に行けば何かわかるかもしれないですね。
じゃあ目指してみますか。特に何もなかったです。さーてと、ということでですね、一応ラーメンを買ってきたんで食べさせておきましょう。よーし、じゃあ行きますか。センター街入り口へ。確かこっちから行けなかったっけ。この道を通りたければバジセクシープラスを1枚持ってこい。へえ。ノイズレポートナンバー59のノイズが持ってる。バトル難易度はイージーの方がおすすめだ。イージーですか。わかりました。じゃあね、イージーにしていきますか。まあ、イージーだったらさ、これで行っても大丈夫じゃないですかね。よし、じゃあやっていくか。大丈夫かな。かなり大胆なね行動に出てしまいましたが、そこだ。大したことないな。お、手に入りましたね、2つ。よかったー。じゃあノーマルに戻して、レベル戻していきますか。取ったでー、ありがとうございます。ということで5000円ゲットです。よし、じゃあ行きましょう。おーっと、待て、この道を通りたければどのエリアでも構わないから4連戦バトルをクリアしてこい。4連戦バトル、ここ行けます。4連戦あ、作れそうですね。じゃあ作っちゃおう。よし、じゃあやっていきましょう。よーし、これで大丈夫かな。4連戦突破しました。これで OK なはず。よーし、ありがとうございます。では行きましょう。お、ん、何かありそう。あれ、あそこに死神たちがいるよ。死神たち、本当だ。あれ、37さんもいるね。もう警察に頼んじゃおうぜ。俺たちロックな死神なんだぜ。そんなかっこ悪いことできるか。てか、そもそもお前がしっかりしてねえから。なんか揉めてるみたいだね。面倒に巻き込まれたくない。無視していこう。本当に素通りしちゃう感じ。え、これ調べていいのかな。このオブジェ、あのゲームマスターのか。こんなオブジェ作れるのは彼しかいないだろうね、うん、ここに何か書いてあるぞ。音が大気を震わすならば俺のボイスはハートを震わす。音が大気を震わすってちょっと間違ってないか。どういうことだ。大気に勝ってるって言いたいんじゃないのかな。そうなのか。探知機はここに反応してるけど。ここですか。関係ないみたいだね。以上。お、マブスらしに来たの。あー、遊べるんだね。遊べるんだね。じゃあちょっとだけ遊ぼう。せっかく来ちゃったし。はい。いやー、強いなー、シュート君は。俺本当に素通りしちゃうけどいい。いや、話しかけるか。どうもー。なんだ、ちょうどいい。お前ら暇だろ。ちょっと頼まれてくれないか。聞くだけなら。死神といえどね、うん、聞くだけならね。ネフ君、僕たちは宇田川町に行くんでし
悪いけど付き合ってる暇はないよ。それもそうだな。なんだと？おい、電報。ああ。これは話しかけない方が良かったのでは？何するんだよ。この先に行きたければ、俺たちの問題を解決することだ。それかどっちにしても強制イベント発生みたいな感じかもしれないね。じゃあやりますか。こうなってしまったらもう解決させるしかない。実はな、俺たちバンドのマイクがなくなったんだ。事件が起きたのは昨日の午後2時頃だ。昨日はモルコでちょっとしたイベントがあってな、問題のマイクで1曲披露したんだ。で、無事イベントが終わって解散した時、ちょっと荷物から目を離したんだ。そしたらマイクがなくなっていたんだ。お前がどっかに置き忘れただけじゃねえのか？違う。あのマイクは俺たちのバンド、デスマーチの魂。そんな大事なもんを置き忘れるなんて絶対ありえない。誰かに盗まれたんだ。誰が盗むんだよ、あんな羽が生えたマイク。なんだよ。なくしたらお前だろ？まあいい。そういうわけで、みんなで手分けして探そう。探そうっていう。いいよね。なんかちょっと人の良さを感じるよね。まだ。なんか探してくれじゃなくて、探そうっていうあたりね。この携帯お前のだろ？ほら、あれだ、スペイン坂な。とにかく俺は先に A イーストに戻ってるからな。俺はモルコ方面をもう一度探してみる。まあまあ、そう言うなよ。ちゃんと駄賃は払うからよ。よろしく頼むぜ。忘れるといけないから前払いしとくぜ。ああ、これは完全にやられましたね。おお。5円。3万だったよね、今。じゃあ、探しますか。じゃあ、お話聞きましょう。そう、マイクについて。盗まれたマイクってどんなマイクなんだ？黒い羽の生えたスタンドマイクだよ。黒い羽？なあ、俺たちのシンボルなんだ。誰が欲しがるんだ、そんなマイク？欲しがってる奴はいる。誰だよ。 BJ の野郎だ。 BJ さっきいただろ、黒いフードのやつだ。どうやらあいつはボーカルになりたいらしい。昨日もそのことでちょっと揉めたんだ。俺もこれから目立たないとダメなんだとか。マイクが盗まれたのはその後のことだった。マイクを盗んだからってボーカルになれるわけじゃないだろう。まあまあ、じゃあ盗まれた時の状況。実はメンバーには言ってないんだが、マイクが盗まれる直前に呼び出しの電話があったんだ。呼び出しの電話。ああ、今思うと怪しい電話だった。怪しい電話。名前も名乗らずいきなり、今から門井前に来い、大事な話がある。それだけ言って切れたんだ。心当たりとかないのか？はっきりとは言えねえな。発信は公衆電話からだったし、声色も変えてるような話し方だったからな。で、角井に行ったのか。なあ、結局誰もいなかったけどな。その間ですよね。で、モルコに戻ったらマイクがなくなってたんだ。あからさまに怪しいな、その電話。マイクを盗むための呼び出し電話。それをかけた可能性があるのは、ボーカル希望の BJ 君。盗んだ犯人は BJ 君かもしれないってことだよね。考えたくはねえけどな。なるほど、ありがとうございます。現場の調査と関係者の聞き込みは基本だよ。もうすっかり乗り気じゃないですか。もうよしや。
じゃあとりあえずスペイン坂こっちから行きましょう。あれ、あそこにいるのは、そうだよね、確か一人いますもんね。話を聞いてみるか。おいすー、どう、マイクは見つかった？ちょっと話を聞きたいんだけどいいかな。さあ、マイクについて。あのマイクはソウルって聞いたけど、一体どういうマイクなの？あのマイクは大事なマイクだ。俺たちのバンドがまだ無名で路上ライブをやっていた頃、3人で金を出し合って買ったマイクなんだ。あー、大事ですね。そのマイクに俺たちの友情と成功を願って俺が羽をつけた。俺たちデスマーチがここまで来れたのもあのマイクのおかげなんだ。なるほどね。けど最近37と BJ がボーカル争いをしている。どちらがあのマイクを握るかで揉めてるんだ。皮肉にも争いの種があのマイクとはな。じゃあ君としては争いの種がなくなった方が良かったってわけだね。まあな。いや、そんなつもりなかった。俺はただ、いや、なんでもない。なんかある？いじごろはどこへ？スペイン坂。怪しいな。そうだよね、そう、携帯も拾ったんだよね。ここにはマイクはないみたいだ。俺は一度37のところへ戻るよ。ありがとうございます。じゃあ BJ さん、次ちょっと聞きに行ってみましょうか。モロコだったよね確か。ねえ君たち、君たちも参加者でしょ。おもうマブスラの時はお世話になりました。ああ確か、マーブルスラッシュ大会で優勝していたペアだね。ああ覚えててくれた？超嬉しい。何か用か？ずっとこの人と一緒だから違う人と話したかったほら、街にいる人たちって気づいてくれないじゃん。お前たち名前は？僕はヨシア、こっちはネックんだよ。ヨシアとネクか、よろしく。俺はソータ、こっちはナオだ。ナオリンって言うんだよね。ああそうそう、お前たち知ってるか？昨日と今日はミッション出ていないのに他の参加者が減ってるって。参加者が減ってる？ネクちゃんたちも気をつけた方がいいよ。ネクちゃん？変なノイズ見つけたの。禁断ノイズですかね。ヤバそうだったから速攻逃げたの。あれ知らないの？ゲームに何人勝ち残ろうが全員生き返れるとは限らないよ。え、何それ、参加者は仲間じゃない。生き返りの座を巡るライバルなのさ。もちろんパートナーでさえもね。そんな、もし2人で勝ち残って1人しか生き返れなかったら残されたパートナーはどうなるの？もう一度参加するだけさ、ネク君みたいにね。もしかしてネクちゃん2回目なの？ああそうか、パートナーが生き返ったのか。いや、パートナーは生き返れなかった。どういうこと？パートナーをエントリー料にされたんだ。そうだよね。俺がゲームに再参加したから結局俺のせいで生き返れなかったんだ。そんなの気にすることねえよ。エントリー料にされたってことはお前がそれだけパートナーのことを大切にしていたってことだろ。まあね、そういうことでもありますからね。それって悪いことじゃねえだろ。それにたとえ一人だけしか生き返れなくても俺は参加者同士で争いはしたくない。いいもの？おお、これはバッジ？マブスラ大会でゲットしたやつ。これあげる。俺たち使えなかったし、って言うと使えなかったから渡してるみたいだけど、とにかくお前使えるか試してみろよ。ありがとうございます。賑やかな二人だったね。
生き返りたい理由に代償はない。どうしたのネック君。そうだよな、いろんな人がいろんな事情や思いを抱えて生きている。その一つ一つに同じぐらいの価値がある。渋谷っていろんなやつが集まるんだな。どうしたの急に。いや、なんでもない。公衆電話調べるぞ。いやちょっと感動しちゃった。ちょっとなんか感動してしまったよ。マーブルゴーレム。ちょっと入れてみますか、マーブルゴーレム。ここ入れ替えとこう。でね、もう一個この癒されウサギちょっと買ってみました。回復量 50% だけど、ちょっと変えてみよっか。ずっとね、キュアドリンクですからね。ちょっと回復系をこっちにしてみよう。